ザ・ピローズ山中沙央です。4月の6日にニューアルバムストロール&ロール出ます。まずタイトルなんですけども、ストロール&ロール、ストロールというのはまあ散歩とかそういう意味なので、まあ気ままにフラフラするみたいな、そういったタイトルです。なぜこんなタイトルになったかと言いますと、最近の自分たちの気分をもちろん強く反映してるんですけども、以前はというかとても長い間、僕は僕の生き方というのははっきりと、目標目的があって、そこに向かうまでにどんな障害物があっても、強い向かい風が吹いていて雨が降ろうとも歯を食いしばってその目標に近づくんだみたいな、そういう意志のもとに、バンドを続けてきたですけども、周りがどう思ってるかは置いといて、自分たち的にはもうなりたいものになったなというか、こうなりたいピローズにもうなったという、自覚がもうはっきりありまして、なんか心が多分人生で今一番穏やかな、穏やかかな、もう極論言うと、別に散歩しなくてもいいぐらい、もう部屋に、自分の部屋の中にいて楽しんであればそれでもいい。でもちょっと気分によっては、扉を開けて一歩踏み出して右に行ってもよし、左に行ってもよし、で気の向くまま歩いて、もしかしたらちょっと素敵な景色を見たりとか、綺麗な花を見るかもしれない、何か可愛い野良猫とすれ違って、何か心が動くかもしれない、なんかそれぐらいのことで十分楽しいなっていう、そのぐらい、ピローズは今充実してるってことですかね。今回アルバムの特徴としましては、ゲストミュージシャン、ゲストベーシストを、5人、お呼びしまして、レコーディングしました。まずは、オリジナルメンバー、初代ベーシスト上田健二、そして第2期を支えてくれた鹿島達也、そして僕はプレーターと一緒にプレーもしている、グレーのジロー君、ヒゲの宮川君と、今現在ライブのサポートをしてくれてる有江君と、この5人を迎えてレコーディングしたんですけど、とってもね、想像以上に良かったですね。なんかよく何かこうアーティストがこう海外に行ったら何かするとよく刺激をもらいにとか言って、なんか刺激本当なのみたいに思ってたけど、いや本当なんだなと思いました。本当にこんなに一人こう違う人がスタジオに入るだけでメンバー全員ちょっとこう緊張感を持ってちゃんと背筋を正すような気分で、レコーディングできたと思う。若い時は、5年に一度ぐらいで良かったカンフル祭が、10年超え15年超え、今度は5年に一度ぐらいカンフル祭が欲しい、そしてもう20年超え25年を超え、26年目のピローズはね、やはり何か、カンフル祭があった方が楽しいのかな。なんかね、それもなんだろう、ネガティブな雰囲気じゃないと思う。その何かないともう俺たちはダメだっていうじゃなくて、なんかね、もっとね、スパイスをひと手間、スパイスをちょっと振りかけるぐらいの方が、ちょっと目が覚めるよねぐらいの、感じかな、ポジティブな出来事としてのカンフル剤かな、なんかとても良かったです。皆さん素晴らしいベースを聞いてくれて、なんかアルバムがシャキッと閉まったんじゃないかな。今回は
ピローズの作品の中でも一番ロックンロールに寄ったものと、なりました。前作もね、今まで一番ロックンロールって言った方も言ったと思うんだけどね、もっとロックンロール寄りになったかな、うん、なので、まあ、ツアーが7月の22日まで続くんですけど、ロックンロールだからね、もう楽しいことしかないからね、うん、熱く楽しいライブになると思います。全27公演、ぜひ遊びに来てください。よろしく。